9世紀の大文字ギリシア語写本、コーデックスペトロポリタナスのルカ書の冒頭部分。平地の説教は、キリスト教におけるイエスキリストの教えとされる、ルカによる、福音書、第6章17節から49節にかけての記述。この説教は、マタイによる、福音書により、長い記述がある山上の水訓と対比されることがある。 ルカガキ第6章12節から 20R 節には、この説教に至る一連の出来事が説明されている。それによると、イエスは山上に登り、一晩中、神に祈っていた。二日後、彼は弟子たちを集めて、そこから十二名を選び、使徒と名付けた。山を降りながら、イエスが平らな土地に立つと、大勢の人々が集まってきた。汚れた霊に取り憑かれた者たちを癒したイエスは、 広大に平地の説教として知られることになる教えを語り始めた。この説教の中の特筆すべきメッセージには次のようなものがある。ルカによる福音書第7章1節では群衆に向かって語るべきことをすべて語ったイエスはカペナウムに戻ったとされるが、これはルカ書の記述に基づけば第4章31節以来のことであった。ありがとうございます。